原楽50奏曲派長長 D956 はフランツ・シューベルト裁判年の室内楽曲。1828年の夏に作曲された。作曲者の死を2ヶ月後に控えて完成された遺作である。1850年になってようやく初演され、1853年に初版が出版された。作品番号は163とされた。本作は シューベルトの多岐にわたる楽曲の中でも唯一の本格的な弦楽五重奏曲として目立った存在となっている。また、独特な楽器編成でも抜きんでており、バイオリンにビオラ1、チェロ2という楽器編成となっている。大抵の弦楽五重奏曲はモーツァルトの先例に従って弦楽四重奏に第二ビオラを加えた編成を標準としている。シューベルトのこの作品では、 低音域の充実とバランスが図られているのである。以下の四楽章で構成されるが、各楽章は規模が大きく、全曲を通して演奏するのにほぼ一時間を要する。アレグロマノントロッポアレグロマノントロッポアダージョアダージョ、スケルツォから、トリオスケルツォ、プレスト、トリオ、アンダンテソステヌートアレグレットアレグレット。ありがとうございます。